Et bonjour tout le monde, c'est Rex Project et on se retrouve pour la suite de Code Vein. Et comme prévu, aujourd'hui, on commence par un combat de boss. Joie. Allez, on va voir ce qu'il vaut. Allô? エミリー、無理をするな。ここは俺たちが。冗談だろ。たった一人で。つらかったよな、エミリー。してやる。もう少しだけ待っててくれよ。いつでもどうぞ。OK、qu'est-ce qu'il nous faut?OK. Mollo. Agile.Et résistante. Je laisse Yakumo prendre les dégâts. Et il vient. Oups là. Et.Ok, le pattern n'est pas.C'est quoi ça? Oh. What the? Elle a un téléport, cette garce. Est-ce qu'on peut tenter le first try? Donc le pattern n'est pas trop ouf, ça va. Mais. Oulé! Elle fait mal. Et elle tank pas mal. Là!J'ai plus de heal. Oh la vache, ça va se compliquer. Oh!
Je ne suis pas une souris. Je tienne. この借りは必ず返す。Donc on est dans la mémoire. そこで何をしている？そいつらは進化の階段を踏み外した脱落者たちだ。違う。みんなはまだ眠ってるだけ。いつかきっと目覚めるんだから。悪いな。彼らの目覚めを待つ時間はないんだよ。彼らはお前たちが進化するための贄になってもらうのだから。待って。みんなの分まで協力するから。それは興味深いが、汚れた手でみんなに気やすく触らないで。安心して、役目兄ちゃん。私がみんなを守るから。代わり、今度会った時は、ヤクモ兄ちゃんのおにぎり、たくさん作ってもらうからね。覚悟しててよ。みんな、元気でね。予想通りだ。強靭な意志こそ、侵害の侵食を食い止める力になる。人類は、より高次の存在へと昇華する。すべてを知り、すべてを超越し、やがては、すべてを飲み込むのだ。待っていろよ、グレゴリオ。最後は、お前の番だ。J'espère vraiment que j'ai tous les fragments mémoriaux. J'aurais fait pareil. Allez, grand Nigo. Yo. Yakumon-nichan.
嘘、本当にヤクモだ。元気になったんだ。よかった、本当によかった。すまなかった、来るのが遅くなったな。大丈夫、私が自分で決めたことだから。俺がお前たちを守らなきゃいけねえのに、すまん。ほら、ヤクモ、いつも前を向いて進んでいくのがヤクモのいいところでしょ。私たちはそんなヤクモの背中を見て育ってきたんだから、しっかりしてよね。すまん。ほら、また相変わらず強いな、お前は。でも嬉しかったな、来てくれるなんて思ってなかった。本当に嬉しい。こんな時でもお腹って鳴るんだね。ったく、ほらよ、ヤクモのおにぎりだ。いただきます。おいしい。ごちそうさまでした。おかわりしなくていいのか。いつものお前なら。もう十分だよ。だってさ、ほら。あ、おい、待てよ。ねえ、ヤクモ。一つお願いがあるんだけどさ。小さい頃みたいに抱きしめてもらってもいいかな。Et on a assez pour restaurer la mémoire. Je remercie. Eh ben, on y va. こいつは…私…おかえり。ただいま。でも、体はやっぱりこのままか。またお前と会えた。それだけでも十分だ。
さっき、なんて言おうとしたんだ。ほら、何か言いかけただろ。その…笑わない？当たり前だろ。ヤクモの…おにぎりがもっと食べたいかな…なんだよ、そんなことか。いつでも作ってきてやるよ。お前が望むならいくらでも。うん、待ってるよ。ありがとな、エミリー。でっかい借りができちまったな。お前が背負っているでっかい荷物、一緒に背負わせてくれよな。はい。さあ行こうぜ。前向いてな。そして見ててくれよ。きっちり肩をつけて戻ってくるからな。Quand on parle du loup。とても涙ぐましいお話だった。思わず笑ってしまいそうだったよ。貴様、いいと。ジャック君の姿が見えないな。本来継承者の後始末は彼の仕事だというのに。探す手間が省けたぜ。灰にしてやるよ。侵害を受け継いだ私の実験体の力は、あの子らには感謝しているよ。ヤクモ、いい実験材料になってくれた。てめえ、オフ。Il est fort. Jack-kun,遅かったじゃないか。仕事をサボって何をしているんだ。返してもらうぞ。貴様が奪った侵害を。取り返してどうする。もはや器は壊れたというのに。どういうことだ。まさか気づいていないのか。エヴァ君に送った私からのプレゼントに、君は彼女を逃がしたと思っているんだろうが、それは違う。私が逃がしたんだ。これは彼女の大切な喉に試作品を埋め込んでね。それじゃあ、あの時にはもう。貴様、そろそろ暴走の頃合いだろう。暴走した侵害はやがてグレゴリオの肉体を求める。今頃エヴァは雪山を散歩しているところじゃないか。継承者の後始末、励み構え。私は老いぼれとの別れの挨拶に向かうとしよう。
時bon, eh bien, on va aller faire une petite session pour rafraîchir les mémoires. Hop là. Ok, par contre, le Mido, quand j'y mettrai la main dessus, je me ferai une joie de le démolir. Bien. On s'occupe des fragments de mémoire et puis ce sera bouclé. Alors j'en ai 3. J'en ai 4 là. On va faire les Artémis d'abord. どこ行きやがった俺たちの決意をまだ遠くには行ってないはずだ探せこんなことして大丈夫かな仕方ないじゃないこうでもしないと決意が手に入らないんだからさあ今のうちに逃げるわよレヴェスティジュルミア集めた決意もこれで最後か枯れた泉ばっかりで収穫もゼロ早いとこと何とかしないとミヤにばかり怖い思いをさせてごめんね僕もまともに戦えればいいんだけどニコラはそんなこと気にしなくていいのあなたさえ無事なら私はお願い、血類を少しだけ分けてもらえない？私たちには時間がないの。ロストが始まってる。そんな状態でまともに戦えると思ってるのかい？そんなのやってみなくちゃ分からないわ。おいで、血類のある場所に案内してあげる。私がレヴナントとして目覚めた時にはもう泉の大半は枯れていて血類を探すだけでも一苦労だった自分たちが生き残るのに必死でそんな時に出会ったのがカーミラだった散々こき使われてこの世界では他人に頼ることなんてできないって知ったのここが私の住処だよ今は私しかいないから好きに使うといいありがとうああカーミラでいいよその代わり私の分までしっかりと働いてもらうからねあんた人様から血類を奪うのが得意なんだろ知ってて助けてくれたのあんたがいれば私が危険を冒す必要もなくなるからねそうでなきゃ誰が厄介事を抱えるかハレギャースカーミラおばちゃんはずっと一人で暮らしてるの昔のことなんかどうだっていいだろうそんなことより洗濯は終わったのかいごめんなさいすぐやります思いやりのない性格だからみんな出て行ったんじゃない思いやりなんて腹の足しにもなりゃしないよ所詮みんな自分が可愛いのさsur ce point là je peux pas trop la contredire そこら中にロストが俺カーミラおばちゃんは
さっき出て行ったきり、ロストに気づいて一人で逃げたのだ。私たちも逃げるようにこら、倉庫の血流を持ってきて。でもこの血流は岩ちゃんの。言ってたでしょ、思いやりは腹の足しにもならないって。ほら行くわよ。自分たちの力だけで生きていこうって決めたのは、カーミラのこと心のどこかでは信用したいって思ってた。いつも冷たい態度だったけど、不器用なだけの人なのかもって。でも違った。この世界じゃ誰も助けてはくれない。それが本当によく分かったから。だからあなたたちと出会った時は本当に驚いたの。当たり前のように手を貸してくれた。そして気づかせてくれた。思いやりは確かに腹の足しにはならないけど、自分らしく生きていくために必要だってこと。ただ今思えば、みんなと出会うまでこうして生きてこられたのはカーミラとの出会いがあったからかもしれない。結局あれから一度も会うことはなかったけど、カーミラ今頃どうしてるのかな。Vestige 3, Deos. Keshosha no moto ni annai shi, so itte tsurete kurareta shisetsu ni wa, kikai ni tsunagareta hoka no hanryu tachi ga, chikara naku yokotawatte imashita. Nanika no genkyu shisetsu no yō desu. Shikashi ikura sagashitemo.継承者様の姿はありません。その気配だけはとても近くに感じられるというのに。ミドーという男の研究によって、他にいた伴侶たちは皆灰になってしまいました。継承者様の気配は未だ近くにある。探しに行かなくては。体が思うように動かない。それでも継承者様の苦しみを支えることこそが私の使命なのですから。自分や他人のことなど顧みず、ただただ継承者の無事を願い、姿を求めてさまよい続ける。私もそうでした。目の前で襲われ暴走しかけている伴侶を、私は気にも留めず、あれは正しいことだったのでしょうか。Toute la question c'est qui es-tu réellement? Alors est-ce qu'il reste encore des vestiges? Ouais. Atashi no nichijou, Atashi no subete wo, ano daihoukai ga isshun ni shite ubatte itta. Kazoku o sagashite, ate domo naku.何日も何日もさまよった。自分がもはや人ではないことを知ったのは、
それからしばらく経ってからのことだった。Ok, on va savoir ce qu'est devenu Carmilla du coup. Koko, watashi tachi no atarashii sumika da yo. Revenant toshite yomigaitta kara ni wa kitto imi ga aru hazu da. Subete wo ushinatta mono tachi doushi de mou ichido jinsei wo yari nawasou. Nakunatta hito tachi no bun made. Sou ne. Kusattete mo nani mo kawaranai mono. Yatte yarou janai no.ようやくこの世界で生きる意味を見出せた。そう思った時だけだ。ロストの襲撃によって仲間は次々とロストに落ち、私は再び全てを失った。それ以来私はこの住処から出ることはなくなった。みんなで蓄えた血類が尽きる時、私という存在もなくなってしまえばいいと思っていた。あの時、この場所で二人の子供たちと出会うまでは。カーミラにこんな過去が。他人に冷たいのは、レヴナントはそういうものだって決めつけて。人のことを知ろうともしなかった。ちゃんと話をしていればもっと分かり合えたかもしれないのに。うん、私はあの人のことを探してみようと思う。まだ生きていたらだけど、もし他の記憶を見つけたら教えてもらえると嬉しい。カーミラのことをもっと知りたい。久しぶりだね、カーミラ。しばらく見なかったからロストにでも落ちたのかと思ってたよ。あんたこそ、お互いなかなかしぶといもんだね。男でもできて妙に生き生きしているじゃない。バカなこと言うんじゃないよ。ちょっと子供を預かってるだけさ。余計なことはいいから商品をよこしな。はいはいはい、これで全部だ。返品は受け付けないからね。ここのやつ、返品を受け付けないっていうのはこういうことか。頼んだ数よりも随分と多めに入ってるじゃないか。あの子もとんだお人よしだよ、まったく。ありがとね。カーミラ、口は悪いけど根は優しいやつだった。あれっきり会えてないけど、どこかでしぶとくやっていてほしいもんだね。それにしてもやっぱり私の記憶はないみたいだね。まあ別にそれならそれでいいんだけど、私にも一人息子がいたんだ。もしあの子に関する記憶があったらって思ってね。まあもう随分と昔の話さ、わざわざ話すようなことでもないよ。記憶が見つかったらまた教えておくれ。ミアとニコラ、二人に出会った時、自分がこの世によみがえったことの意味が分かった気がした。この出会いは偶然なんかじゃない。この子たちを未来に導く、それが私に与えられた使命だと、そう思った。大崩壊で失ってしまった子供たちに、どこか似た雰囲気のあるこの兄弟だ。
ミアに集めさせた血類は手をつけずに倉庫にしまっておいた。あの子たちがいざという時に使えるように。この世界で生き抜くためには自分たちの力だけで生きていく必要がある。だからできる限り冷たく接した。他人に頼らず一人で何でもできるようにと。本当はたくさんお話がしたかったけれど、でもそれでいいの。あの子たちの力になれるのならそれで。安心して二人とも。このロストどもは私がここで食い止める。一度はロストに身を任せようとした命、それと引き換えにあの子たちを救えるのなら本望さ。感謝してるよミア、ニコラ。最後に人として生きるきっかけをくれて。短い間だったけど楽しかったよ。元気でね。Ah, les japonais sont doués pour faire du mélo, nom de Dieu. Déjà, rien que le coup des mini. Le coup des mini. Quand même. Je dis toujours, t'es quoi ? J'aimais toujours tes onigiris. Mec, sérieux ? Alors, ben, c'est pour toi, quoi. Sonna. Kamira va niger tant que j'en ai pas. J'ai vu un autre niger. Attache ta tchou niger, j'te crée tant de.それなのに私、あの人にひどいことを。ずっと自分の力だけで生きてきたと思っていた。うん、カーミラにもらった思いやりを私も未来につないでいきたい。この現実を生きるみんなと一緒に未来を切り開いていきたい。私もっと強くなれる。ありがとう。あなたがいなかったらこんな大事なこと忘れたままだった。本当にありがとう。Pas de quoi, ma petite. Ça fout le bourdon, sérieusement. Bon, allez. On en a fini pour cette fois-ci. Prochaine étape. Allez, défoncer Mido. A priori, je pense que c'est ça. Bah, j'ai regardé. J'ai vite regardé. Et puis, on se quittera. Faudrait vraiment que je chope du matos pour améliorer mon équipement, par contre.Donc, explorer le cime des âmes transies. Donc, il faudra que je retourne. Ah! Derrière la cascade. Dans les glaces derrière la cascade, dans le fond. Sûrement par là. Bien. Et bien, ce sera donc pour la prochaine fois. Voilà. C'est tout pour cette fois-ci. Les boss deviennent quand même franchement. Alors, est-ce que je peux dire qu'ils deviennent plus durs?Si, quand même, ils deviennent un petit peu plus lents. Ça devient un petit peu plus, un peu plus énergique. Mais l'histoire est super classe. J'ai vraiment envie de connaître le fameux de l'histoire, en fait, de connaître la fin. Bien, sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao!